ユニット4、セクション1。1、新しく始まるドラマ、面白そうだよ。ああ、あんまり興味ないな。新しく始まるドラマ、面白そうだよ。ああ、あんまり興味ないな。2、木村さんってどんな人うん、明るくて社交的な人だよ。 木村さんってどんな人うん。明るくて社交的な人だよ。3。ああ、今日は雨が降りそうだね。うん。傘を持って行った方が良さそうだね。ああ、今日は雨が降りそうだね。うん。傘を持って行った方が良さそうだね。4。すみません。 宿題を忘れてしまいました。そうですか。すみません。宿題を忘れてしまいました。そうですか。ご。あんなこと言うつもりじゃなかったのに。口は災いのもとだね。あんなこと言うつもりじゃなかったのに。口は災いのもとだね。 六、6. 日本の習慣について教えてください。そうだね。日本では家に入るとき、靴を脱ぐんですよ。日本の習慣について教えてください。そうだね。日本では家に入るとき、靴を脱ぐんですよ。七、私、料理するのが好きなの。へえ、一度食べてみたいな。 私、料理するのが好きなのへー、一度食べてみたいな 8. どうすれば金持ちになれると思うやっぱ、宝くじかなどうすれば金持ちになれると思うやっぱ、宝くじかな 9. 日本にいる間にできるだけ旅行しようと思っています ああ、それはいいですね。日本にいる間にできるだけ旅行しようと思っています。ああ、それはいいですね。10、思ったよりスムーズに行ったね。本当だね。もっと時間がかかると思ったのに。思っったたよりスムーズにいったね。本当だね。もっと時間がかかると思ったのに。 セクション2、1、すみません、ちょっと手伝ってもらえませんかええ、いいですよ。すみません、ちょっと手伝ってもらえませんかええ、いいですよ。2、ハサミとホチキスを借りてもいいですかはい、ちょっと待ってくださいね。ハサミとホチキスを借りてもいいですかはい、 ちょっと待ってくださいね。3. 最近何かハマってることあるヨガかなあれはいいよ。最近何かハマってることあるヨガかなあれはいいよ。4. うわー、このパソコン7万円だって安いよね。うん。絶対これ買いだよね。 わあ、このパソコン、7万円だって。安いよね。うん。絶対これ買いだよね。5。明日、花火大会があるんだって。あっそう。どこで明日、花火大会があるんだって。あっそう。どこで ?6。 コンビニのお弁当で足りるの全然、すぐお腹減っちゃう。コンビニのお弁当で足りるの全然、すぐお腹減っちゃう。7、このビスケット、100均なんだよ。信じられるすごいこれ当たり !100 円とは思えない。このビスケット、100均なんだよ。 信じられるすごいこれ当たり !100 円とは思えない !8 飲み会、来週の土曜に変更になったの知ってるええ、そうなのなんだ、今週バイト断ったのに。飲み会、来週の土曜に変更になったの知ってるええー、そうなのな なんだ、今週バイト断ったのに。9、サイズはいかがですかええ、ぴったりです。サイズはいかがですかええ、ぴったりです。10、あそこの大学、倍率5倍なんだって。まあ、ダメ元でチャレンジしたらあそこの大学、 倍率5倍なんだって。まあ、ダメ元でチャレンジしたらセクション31アキコ、タクヤくんといい感じじゃないうん。でも友達以上恋人未満かな。アキコ、タクヤくんといい感じじゃないうん。でも友達以上恋人未満かな。 二、このセーターどうかなこの色いいよねうん、その色似合うね。このセーターどうかなこの色いいよねうん、その色似合うね。三、あー、目が疲れた。遠くを見た方がいいよ。緑を見たり。あー、目が疲れた。 遠くを見た方がいいよ。緑を見たり。4. なんだか、北村さん最近怒りっぽくないうん、ストレス溜まってんだよ。なんだか、北村さん最近怒りっぽくないうん、ストレス溜まってんだよ。5. あーよく食べた。もう食べれない。 ほんと、これで寝ちゃえたらいいのに。あーよく食べた。もう食べれない。ほんと、これで寝ちゃえたらいいのに。6。あのー、10分くらい前にカレー注文したんですけど。あ、申し訳ありません。ただいま見てまいります。あのー、 10分くらい前にカレー注文したんですけど。あ、申し訳ありません。ただいま見てまいります。7。あのー、このカレー、髪の毛が入ってるんですけど。あ、すみません。新しいものとお取り返します。あのー、このカレー、髪の毛が入ってるんですけど。あ、すみません。 新しいものとお取り返します。8。あのー、昨日、こちらでこの傘買ったんですけど、すぐに壊れちゃったんですが。あ、すみません。では、新しいものと交換いたします。あのー、昨日、こちらでこの傘買ったんですけど、すぐに壊れちゃったんですが。あ すみません、では新しいものと交換いたします9あの返品はできませんかあ、では少々お待ちください店長を呼んできますあの返品はできませんかあ、では少々お待ちください店長を呼んできます10お客様 では、お題をお返しいたします。あ、お願いします。お客様、では、お題をお返しいたします。あ、お願いします。セクション4、1、カラオケいかがですかあ、結構です。カラオケいかがですかあ、結構です。2、ねえ、 貧乏ゆすりやめてあ、してたねえ、貧乏ゆすりやめてあ、してたあ、どうもすみません。助かりました。あ、よかった。気にしないで。あ、どうもすみません。助かりました。あ、よかった。気にしないで。 4. お邪魔します。これ、召し上がってください。京都のお土産です。あ、ありがとう。でも、気を使わないでね。お邪魔します。これ、召し上がってください。京都のお土産です。あ、ありがとう。でも、気を使わないでね。5. あ、靴ひも、ほどけてるよ。 あれ、さっき結んだのに。あ、靴紐、ほどけてるよ。あれ、さっき結んだのに。6あ、襟、立ってるよ。あ、どうもありがとう。あ、襟、立ってるよ。あ、どうもありがとう。7、ホラー映画って大嫌い。 どうして見るのか、その気持ちがわかんない。へえ、意外と怖がりだね。ホラー映画って大っ嫌い。どうして見るのか、その気持ちがわかんない。へえ、意外と怖がりだね。八。今日寝過ごしてびっくりしたよ。起きたらもう八時なんだもん。へえ、でもよく間に合ったね。 今日寝過ごしてびっくりしたよ。起きたらもう8時なんだもん。へえ、でもよく間に合ったね。9。起立。気をつけ。レイ。おはようございます。起立。気をつけ。レイ。おはようございます。10。 お疲れ様でした。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 したセクション51あの映画どうだったうーん、大したことなかった。あの映画どうだったうーん、大したことなかった。2昨日のテスト 大したことなかったね。ええー、難しかったよ。昨日のテスト、大したことなかったね。ええー、難しかったよ。3、結婚すると自由がなくなるって言いますが、そうとも限らないでしょう。結婚すると自由がなくなるって言いますが、そうとも限らないでしょう。 4. 携帯電話変えたのええ。こっちの方が機能が良くて料金も安いから。携帯電話変えたのええ。こっちの方が機能が良くて料金も安いから。5. 携帯電話の番号とメールアドレスが変わりました。ええ、じゃあ教えて。 携帯電話の番号とメールアドレスが変わりました。えー、じゃあ、教えて。6、DVD を買いたいんだけど、じゃあ、西新宿の亀田屋に行ってみたら、秋葉原入れやすいよ。DVD を買いたいんだけど、じゃあ、西新宿の亀田屋に行ってみたら、秋葉原入れやすいよ。 七、7. そのカメラ、随分古いね。そうなんだ。丈夫で長持ちだよ。そのカメラ、随分古いね。そうなんだ。丈夫で長持ちだよ。八、もう申し込んだまだ。手続きがめんどくさいんだ。もう申し込んだまだ。 手続きがめんどくさいんだ。9。明日の今頃は北海道にいるんです。ええー、いいな明あの今頃は北海道にいるんです。ええー、いいなぁ。10。あなたの国ではどうですかうーん、実は、 しばらく帰ってないのでよくわからないんです。あなたの国ではどうですかうーん、実はしばらく帰ってないのでよくわからないんです。セクション61何これ食べ終わったら片付けなさい。あー、それまだ食べかけなんだから置いといてよ。何これ 食べ終わったら片付けなさい。ああ、それまだ食べかけなんだから置いといてよ。2、引っ越しの当日は田中くんが手伝ってくれるんだって。あ、ほんと、よかったね。引っ越しの当日は田中くんが手伝ってくれるんだって。あ、ほんと、よかったね。3、 この前の大会、たくや4位だって。あ、ほんとあいつにすれば、まあよくやったんじゃん。この前の大会、たくや4位だって。あ、ほんとあいつにすれば、まあよくやったんじゃん。4、どこかかゆいところはありませんかあ、大丈夫です。 どこかかゆいところはありませんかあ、大丈夫です。5、この漬物いけるね。お、そうだろう。それおばあちゃんが送ってくれたんだよ。この漬物いけるね。お、そうだろう。それおばあちゃんが送ってくれたんだよ。6、友達だからって 許せないことだってあるよ。まあ、そりゃそうだろうけどさ。友達だからって許せないことだってあるよ。まあ、そりゃそうだろうけどさ。七。なに、その投げやりな態度。別に。なあに、その投げやりな態度。別に。八。カラオケ行って、 どんな曲歌うの ?J-POP が多いかな、最近の。カラオケ行って、どんな曲歌うの ?J-POP が多いかな、最近の。9。車の免許とか持ってないのあ、僕まだ16なんです。車の免許とか持ってないのあ、僕まだ16なんです。10。 ああどうしたあんなことしちゃったんだろう。まあ、そう言うなって、誰にしろそういう瞬間はあるんだから。ああどうしたあんなことしちゃったんだろう。まあ、そう言うなって、誰にしろそういう瞬間はあるんだから。セクション7-1 田中さんの結婚パーティーいつでしたっけえーっと、確か10日の午後3時からです。田中さんの結婚パーティーいつでしたっけえーっと、確か10日の午後3時からです。2、当日どんな服を着ていきますか平服でいいみたいですよ。 当日、どんな服を着ていきますか平服でいいみたいですよ。3、プレゼントはどうしますかいろいろ考えたけど、お金を包むことにしました。プレゼントはどうしますかいろいろ考えたけど、お金を包むことにしました。4、結婚式の時、 新郎新婦になんて言えばいいんですかそうですね。ご結婚おめでとうございます。お幸せに、が一般的ですね。結婚式の時、新郎新婦になんて言えばいいんですかそうですね。ご結婚おめでとうございます。お幸せに、が一般的ですね。ご。 26.5センチの革靴を買いたいんですが。はい。それでは、こちらの靴はいかがでしょうか。26.5センチの革靴を買いたいんですが。はい。それでは、こちらの靴はいかがでしょうか。6。彼女、目がクリクリしていて、かわいいね。え彼女みたいなタイプが好きなの 彼女、目がクリクリしていて可愛いね。え彼女みたいなタイプが好きなの ?7。もう3月だよ。そこのカレンダーめくって。うん、わかった。もう3月だよ。そこのカレンダーめくって。うん、わかった。8。バケツの中の水捨ててください。はーい。 じゃあ、庭にまいておきます。バケツの中の水捨ててください。はーい。じゃあ、庭にまいておきます。9コンサートのチケットを予約したそれがダメだったんだ。チケット30分で売り切れたらしい。コンサートのチケットを予約したそれがダメだったんだ。 チケット30分で売り切れたらしい。10コンサートのチケット電話予約しておいたから。じゃあ、すぐにお金振り込まなくちゃね。コンサートのチケット電話予約しておいたから。じゃあ、すぐにお金振り込まなくちゃね。セクション81明日、時間通りに来てね。大丈夫。10分前に来ますから。 明日、時間通りに来てね。大丈夫。10分前に来ますから。2。2> どこで乗り換えるんでしたっけ新宿が便利ですよ。どこで乗り換えるんでしたっけ新宿が便利ですよ。3。終電に間に合うギリギリかな。急がなくちゃ。 終電に間に合うギリギリかな。急がなくちゃ。4、売店はどこですかホーム中央の階段を上がったら右手にありますよ。売店はどこですかホーム中央の階段を上がったら右手にありますよ。5、この電車は渋谷に行きますかええ。A でも、銀座線の方が早いですよ。この電車は渋谷に行きますかええ。でも、銀座線の方が早いですよ。6。15-9はいくつ ?6 ですよ。15-9はいくつ ?6 ですよ。7。6たす15はいくつ 6たす15は21でしょう。6たす15はいくつ ?6 たす15は21でしょう。8何か意見があれば遠慮なく言ってください。特にありません。何か意見があれば遠慮なく言ってください。特にありません。9わざわざありがとうございました。 とんでもないです。わざわざありがとうございました。とんでもないです。十。ご心配をおかけしました。いいえ、大変でしたね。ご心配をおかけしました。いいえ、大変でしたね。ユニット五。セクション一。一。今年の目標は そうですね。英会話を始めようと思っているので、それを続けることです。継続は力なりですね。今年の目標はそうですね。英会話を始めようと思っているので、それを続けることです。継続は力なりですね。二、明日の約束忘れないでね。大丈夫だよ、多分。え 多分明日の約束忘れないでね。大丈夫だよ。多分。え多分三。すみません。出席率を調べていただきたいんですが。あ、はい。次の休み時間までに調べておきます。じゃあ、よろしくお願いします。すみません。出席率を調べていただきたいんですが。 はい。次の休み時間までに調べておきます。じゃあ、よろしくお願いします。4。小林さん、何見てるのこの間の旅行の写真。えどこ行ったの小林さん、何見てるのこの間の旅行の写真。えどこ行ったの ?5。すみません。 コピーをさせていただいてもよろしいですかあ、はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません、コピーをさせていただいてもよろしいですかあ、はい、どうぞ。ありがとうございます。6、ハックシュン、ハックシュン。あれ、花粉症ハックシュン、ハックシュン。 アクシュンあれ花粉症アクシュン七、卒業したらどうするんですか外資系の会社に就職することが決まったんです。ああ、それはよかったですね。卒業したらどうするんですか外資系の会社に就職することが決まったんです。ああ、それはよかったですね。八、そういえば、 昨日田中さんに会ったよ。へえ、元気だったうん、全然変わらないよ。そういえば、昨日田中さんに会ったよ。へえ、元気だったうん、全然変わらないよ。9、霧が良かったら、こっちでコーヒー飲まないうん、もうちょっと待ってて。じゃあ、入れとくね。霧が良かったら、 こっちでコーヒー飲まないうん。もうちょっと待ってて。じゃあ、入れとくね。10。このコンピュータ、ー、誰か使ってるのあ、それ落としといて。あれこのワード、どうしよう。あ、上書きしといて。このコンピュータ、ー、誰か使ってるのあ、それ落としといて。あれこのワード、 どうしよう。あ、上書きしといて。セクション2、1。1> 先生、ご無沙汰してます。あ,あ、山田くん、最近どうですかええ、なんとかやってます。先生、ご無沙汰してます。あ,あ、山田くん、最近どうですかええ、なんとかやってます。2>, 2。 田中さん、風邪をこじらせて入院したそうですよ。えじゃあ、お見舞いに行かなくちゃ。行くなら一緒に行きませんか田中さん、風邪をこじらせて入院したそうですよ。えじゃあ、お見舞いに行かなくちゃ。行くなら一緒に行きませんか三。どう今日、焼肉に行かない焼肉かぁ。おととい食べ放題で、 嫌っていうほど肉を食べたんですよ。へえ、いいなじゃあ今日もそこ行かないだから。どう今日焼肉に行かない焼肉かぁ。おととい食べ放題で嫌っていうほど肉を食べたんですよ。へえ、いいなじゃあ今日もそこ行かないだから。4 なんだか最近寝ても疲れが取れないんだよね。あ、本当肩もんであげようか。本当いいのなんだか最近寝ても疲れが取れないんだよね。あ、本当肩もんであげようか。本当いいの五お見舞いに行くとき何を持っていきましょうか。そうですね。 普通だけど、花にしようか。ええ、切り花でしたよね。お見舞いに行くとき何を持っていきましょうか。そうですね。普通だけど、花にしようか。ええ、切り花でしたよね。六。ねえ、今度またディズニーランドに行こうよ。ええ、また そのうちねそのうちっていつねえ、今度またディズニーランドに行こうよ。ええー、またそのうちね。そのうちっていつ7どこの病院に入院したんですか西新宿の大学病院みたいですよ。あ、そうですか。どこの病院に入院したんですか 西新宿の大学病院みたいですよ。あ、そうですか。8。ねえねえ。あの丸いメガネをかけてマフラーしている男の人、どっかで見たことないああ、あの人ね。隣のコンビニの店長でしょあ、そうだね。制服じゃないとわかんないね。ねえねえ。 あの丸いメガネをかけてマフラーしている男の人、どっかで見たことないああ、あの人ね。隣のコンビニの店長でしょああ、そうだね。制服じゃないとわかんないね。9。この辺に100円ショップはありますかはい。この道をまっすぐ行くとコンビニがあります。その隣です。まだ空いていますかねええ。A 24時間営業だから大丈夫ですよ。この辺に100円ショップはありますかはい。この道をまっすぐ行くとコンビニがあります。その隣です。まだ空いていますかねええ。24時間営業だから大丈夫ですよ。10。最近出会いがないよね。うーん。合コンしてみるまあ、ダメ元でしてみるか。 最近、出会いがないよね。うーん。合コンしてみるまあ、ダメ元でしてみるか。セクション3、1。1> 明日の今頃は北海道にいるんです。ええー、いいなー何しに行くのうん。ただの出張だよ。明日の今頃は北海道にいるんです。 ゃあ何しに行くのうん、ただの出張だよ。2> 2ねえ、歯にのりついてないうん、大丈夫。私はあ、なんか右の方についてるよ。ねえ、歯にのりついてないうん、大丈夫。私はあ、なんか右の方についてるよ。3 俺の味噌汁を作ってくれ。え、そ、それってプロポーズああ。俺の味噌汁を作ってくれ。え、そ、それってプロポーズああ。4。昨日行った店、食べ放題、飲み放題で2980円だったよ。それって結構安いね。その店どこにあるんですか駅の向こう側。 ちょっと説明難しいなぁ。じゃあ、今日、帰りに教えてよ。昨日行った店、食べ放題、飲み放題で2980円だったよ。それって結構安いね。その店どこにあるんですか駅の向こう側。ちょっと説明難しいなぁ。じゃあ、今日、帰りに教えてよ。5。 田中さんの結婚パーティーっていつでしたっけえー、確か10日の3時からですえ ?10 日でしたっけ田中さんの結婚パーティーっていつでしたっけえー、確か10日の3時からですえ ?10 日でしたっけ6今日寝過ごしてびっくりしたよ起きたらもう8時なんだもんへー でもよく間に合ったね。うん。でも焦ったよ。今日寝過ごしてびっくりしたよ。起きたらもう8時なんだもん。へえ。でもよく間に合ったね。うん。でも焦ったよ。7。すごい方だね。凝ってるね。どうああ、すごく気持ちいい。あ、もういいよ。 どうもありがとう。いえいえ。いいえああ、ほんと気持ちよかった。軽くなった。すごい肩だね。凝ってるね。どうああ、すごく気持ちいい。あ、もういいよ。どうもありがとう。いえいえ。いいえああ、ほんと気持ちよかった。軽くなった。八。ねえ。 シャツ見て。これとこれ。今日どっちの方がいいと思うどちらかって言えば、こっちかな。そうでも、こっちの方が良くないなんだ。人に聞いといて、もう決まってるんだ。ねえ、シャツ見て。これとこれ。今日どっちの方がいいと思うどちらかって言えば、こっちかな。そう でも、こっちの方がよくないなんだ。人に聞いといて、もう決まってるんだ。9。あ、もう帰んなくちゃ。え、早いね。うん。今晩気になる番組があるから。あ、もう帰んなくちゃ。え、早いね。うん。今晩気になる番組があるから。10。うわー、日焼けしたね。 どこ行ったのうん。ちょっとハワイにね。ちょっとハワイうわぁ、日焼けしたね。どこ行ったのうん。ちょっとハワイにね。ちょっとハワイセクション4、1。1> いらっしゃいませ。すみません。これ、クリーニングお願いします。はい。えっ、ー、と、ワイシャツ3枚とズボン1本ですね。 いらっしゃいませ。すみません。これ、クリーニングお願いします。はい。えーと、ワイシャツ3枚とズボン1本ですね。2。2> 今日はどうなさいますかカットをお願いします。かしこまりました。あのー、この写真の髪型みたいにできますか今日はどうなさいますかカットをお願いします。かしこまりました。 あのこの写真の髪型みたいにできますか ?3 これエアメールでお願いしたいんですけどはいえー、っとイタリアですから110円ですねどのくらいでつきますか 1>, ?1 週間くらいでしょうかねこれエアメールでお願いしたいんですけどはいえー、っと イタリアですから110円ですね。どのくらいでつきますか 1>, ?1 週間くらいでしょうかね。4。この靴治りますかええ、大丈夫ですよ。明日まででいいですかできれば今日がいいんですけど。わかりました。じゃあ、夕方5時頃までにやっておきます。この靴治りますかええ、大丈夫ですよ。 明日まででいいですかできれば今日がいいんですけど。わかりました。じゃあ、夕方5時頃までにやっておきます。5。あのー、初めてなんですけど。はい。では、こちらの問診票にご記入ください。あのー、漢字が難しくて読めないんですけど。じゃあ、質問を読みますから、それに答えてくださいね。 あのー、初めてなんですけど。はい。では、こちらの問診票にご記入ください。あのー、漢字が難しくて読めないんですけど。じゃあ、質問を読みますから、それに答えてくださいね。6。おリボンは何色になさいますかピンクでお願いします。放送紙はどちらにいたしましょうかじゃあ、 この無地のにしてください。おリボンは何色になさいますかピンクでお願いします。放送紙はどちらにいたしましょうかじゃあ、この無地のにしてください。7。あのー、定期落としちゃったみたいなんですけど。いつですか昨日の午後3時頃です。届いてますかちょっと待ってください。今調べますから。 あのー、定期落としちゃったみたいなんですけど。いつですか昨日の午後3時頃です。届いてますかちょっと待ってください。今調べますから。8。これ、払えますかこちらは、郵便局専用の払い込み用紙になってますので。ああ、そうですか。じゃあ、これは大丈夫ですかこれ、 払えますかこちらは郵便局専用の払い込み用紙になってますのでああそうですかじゃあこれは大丈夫ですか ?9 カードでいいですかはいお支払いは1回で 1> ではこちらにご署名をお願いしますカードでいいですかはいお支払いは1回で 1> ではこちらにご署名をお願いします 10。はい、佐藤です。あ、もしもし、エミリーです。太郎さん、いらっしゃいますかああ、エミリーさん。太郎は今出かけてますよ。あ、そうなんですか。じゃあ、また後でかけます。はい、佐藤です。あ、もしもし、エミリーです。太郎さん、いらっしゃいますかああ、エミリーさん。太郎は今出かけてますよ。 そうなんですか。じゃあ、また後でかけます。セクション5。1。先生、ビザを延長するところは何と言うんですかああ、それは入国管理局ですよ。入国入国管理局。短く言うと入管。先生、 ビザを延長するところは何と言うんですかああ、それは入国管理局ですよ。入国入国管理局。短く言うと入管に。お伺いしておりますかえあ、あの、講座を作りたいんですが。ご新規ですね。では、 こちらの番号札をお取りになってお待ちください。お伺いしておりますかえあ、あの、講座を作りたいんですが。ご新規ですね。では、こちらの番号札をお取りになってお待ちください。3。風の音がビュービューすごいね。うん。こんな日にハイキングなんて最悪。雨でも降ってくれれば中止になるのにね。 風の音がビュービューすごいね。うん。こんな日にハイキングなんて最悪。雨でも降ってくれれば中止になるのにね。4。ああ、奥歯が虫歯になってますね。痛みますかい,いえ、特には。じゃあ、悪いところを削っていきます。痛かったら手を挙げてください。ああ、 奥歯が虫歯になってますね。痛みますかい,いえ、特には。じゃあ、悪いところを削っていきます。痛かったら手を挙げてください。5<ご>先生、合格しました。わあ、おめでとう。よく頑張りましたね。先生のおかげです。本当にありがとうございました。先生、合格しました。わあ、おめでとう。 よく頑張りましたね。先生のおかげです。本当にありがとうございました。6。いろいろお世話になりました。明日国に帰ります。そうですか。寂しくなりますね。ぜひ遊びに来てください。ご案内しますから。うん。行くときは必ず連絡しますね。いろいろお世話になりました。明日国に帰ります。 そうですか。寂しくなりますね。ぜひ遊びに来てください。ご案内しますから。うん。行くときは必ず連絡しますね。7今、ピンポーンって言わなかったええー、気のせいじゃないちょっと見てきてくれないもう、気になる人が自分で見てくれば今、 ピンポーンって言わなかったええー、気のせいじゃないちょっと見てきてくれないもう気になる人が自分で見てくればハッチあれ音が出ないな壊れてんのかなコンセント入ってますかうん入ってるのに変だな CD の向きは大丈夫ですかあれ音が出ないなぁ。壊れてんのかなぁコンセント入ってますかうん。入ってるのに変だなぁ。CD の向きは大丈夫ですか ?Q。もしもし。それでですね、電車がいつ動くかわからないそうなんで。わかりました。じゃあ、 会議先に始めてますね。すみません。よろしくお願いします。慌てなくていいから気をつけて来てくださいね。もしもし、それでですね、電車がいつ動くかわからないそうなんで。わかりました。じゃあ、会議先に始めてますね。すみません。よろしくお願いします。慌てなくていいから気をつけて来てくださいね。10。ああ。 電池が終わりそう。どうしよう。近くに公衆電話ない見つけてかけ直してよ。わかった。探してみるね。ちょっと待ってて。あー、電池が終わりそう。どうしよう。近くに公衆電話ない見つけてかけ直してよ。わかった。探してみるね。ちょっと待ってて。セクション61 あの、定期券売り場はどこでしょうかあ、緑の窓口の隣です。そうですか、ありがとうございます。急ぐなら自動販売機でも買えますよ。あの、定期券売り場はどこでしょうかあ、緑の窓口の隣です。そうですか、ありがとうございます。急ぐなら自動販売機でも買えますよ。 二、警察は110番ですよね。そうですよ。じゃあ、急に病気になったときは火事のときと同じ119番です。警察は110番ですよね。そうですよ。じゃあ、急に病気になったときは火事のときと同じ119番です。三、すみません。 宅急便お願いしたいんですけど。はい。じゃあ、この太枠の中に必要事項を書いてください。あの、ガラスが入っているんですが。それでは壊れ物のところに丸をつけてください。すみません。宅急便お願いしたいんですけど。はい。じゃあ、この太枠の中に必要事項を書いてください。あの、 ガラスが入っているんですが。それでは壊れ物のところに丸をつけてください。4はい、104の田中です。すみません。新宿区役所の電話番号が知りたいんですが。はい、新宿区役所ですね。それではテープでご案内させていただきます。ご利用ありがとうございました。はい。 104の田中です。すみません。新宿区役所の電話番号が知りたいんですが。はい。新宿区役所ですね。それでは、テープでご案内させていただきます。ご利用ありがとうございました。5。すみません。今日、シャンプーとカットしたいんですが。はい。何時頃の予約がよろしいでしょうか そうですね。じゃあ、3時でお願いします。すみません。今日、シャンプーとカットしたいんですが。はい。何時ごろの予約がよろしいでしょうか。そうですね。じゃあ、3時でお願いします。6。焼肉弁当を1つください。はい。焼肉ですね。450円です。 あの、ご飯少なめでお願いします。焼肉弁当を一つください。はい、焼肉ですね。450円です。あの、ご飯少なめでお願いします。七、日替わり弁当、ご飯大盛りでお願いします。はい、ありがとうございます。味噌汁はつけますかうーん、どうしようかな。 今日はやめときます。日替わり弁当、ご飯大盛りでお願いします。はい、ありがとうございます。味噌汁はつけますかうーん、どうしようかな。あ、今日はやめときます。8、このバースデーケーキをください。はい、ありがとうございます。ろうそくをつけますかはい、じゃあ、大きいのを4本と、 小さいのを3本で。このバースデーケーキをください。はい。ありがとうございます。ろうそくをつけますかはい。じゃあ、大きいのを4本と小さいのを3本で。9。一泊二日で行けるいい温泉ありますかご予算はどれくらいをお考えでしょう,うーんー、1万5千円くらいかな。 交通費込みで。それでは、こちらなどいかがでしょう。一泊二日で行けるいい温泉ありますかご予算はどれくらいをお考えでしょううーん、一万五千円くらいかな。交通費込みで。それでは、こちらなどいかがでしょう。十。すみません、切符落としちゃったんですが。どちらから乗りましたか 東京駅からです。じゃあ、360円ですね。すみません。切符落としちゃったんですが。どちらから乗りましたか東京駅からです。じゃあ、360円ですね。セクション7、1。すみません。こちらではお米配達してもらえますかはい。5キロから配達します。じゃあ、 お願いします。すみません。こちらではお米配達してもらえますかはい。5kg から配達します。じゃあ、お願いします。2。低カロリーで健康にいい食べ物って何でしょうかそうですね。こんにゃくとか豆腐とか。なんだか値段の安いものばかりですね。そうそう。 贅沢しなくても健康になれるんだよね。低カロリーで健康にいい食べ物って何でしょうかそうですね。こんにゃくとか豆腐とか。なんだか値段の安いものばかりですね。そうそう。贅沢しなくても健康になれるんだよね。三。引っ越しするときは郵便局に新しい住所を届けると便利ですよ。 ええー、そうなんですか前の住所に来た手紙もちゃんと新しいところまで届けてくれるんですよ。引っ越しするときは郵便局に新しい住所を届けると便利ですよ。ええー、そうなんですか前の住所に来た手紙もちゃんと新しいところまで届けてくれるんですよ。4 ブランド品はやっぱりアフターケアがいいよね。そうそう。この前、カバンの取っ手が壊れた時、すぐに直してくれたしね。ブランド品はやっぱりアフターケアがいいよね。そうそう。この前、カバンの取っ手が壊れた時、すぐに直してくれたしね。5。最近、テレビの映りが悪いね。 マンションの前に高いビルが建ったからかな。ああ、そうかも。最近、テレビの映りが悪いね。マンションの前に高いビルが建ったからかな。ああ、そうかも。ロック。デジカメで撮った写真、プリントしたいんだけど。写真屋さんにデジカメを持っていけばしてくれますよ。 デジカメで撮った写真プリントしたいんだけど写真屋さんにデジカメを持っていけばしてくれますよへえそうなんだ7あのー、前髪を短くしたいんですがどのくらいまで切りますか眉毛が隠れるくらいいまで切ってくださいあのー 前髪を短くしたいんですが。どのくらいまで切りますか眉毛が隠れるぐらいまで切ってください。8. 髪に緩めのカールをつけたいんですが。はい、わかりました。あのー、できればこの写真みたいにしてください。はい、わかりました。髪に ゆるめのカールをつけたいんですが。はい、わかりました。あのー、できればこの写真みたいにしてください。はい、わかりました。9、ケーキ教室に申し込みたいんです。ええー、すごい。でも、どうして日本語も覚えられるし、ケーキ作りも上手になるからです。 それは一石二鳥ってことですね。ケーキ教室に申し込みたいんです。ええー、すごい。でもどうして日本語も覚えられるし、ケーキ作りも上手になるからです。それは一石二鳥ってことですね。十。一石二鳥。それはどういう意味ですか 一つのことをしたら二つ何かいいことがあるってことですよ。じゃあ、一石三鳥ですよ。そこで、ボーイフレンドも見つけるつもりですから。す、すごい。一石二鳥、それはどういう意味ですか一つのことをしたら二つ何かいいことがあるってことですよ。じゃあ、一石三鳥ですよ。そこで、 ボーイフレンドも見つけるつもりですから。す、すごい。